上杉謙信が死んだ。トイレで倒れてそのまま意識が戻らなかったらしいね。謙信には実子がいない上に、養子の影勝と影虎、どちらを後継者にするか、明確にしていなかったみたいだ。そのせいで家督争いが起こり、こっちとの戦どころじゃなくなったようだよ。それにしてもこれで、武田信玄、上杉謙信と、大物が二人続けて、俺の領地に攻め込んでくる寸前に、病死したわけだな。言っとくが俺、何もしてないからな。とにかく、家督争いほど不毛なものはないよ。外敵との戦だけでも大変だっていうのに、うちは揉めなんかしてどうするんだ。俺も経験者なんだけどな。でも、尾張一国だった俺と違って、今の上杉家は大勢力だ。争いも、大規模か、長期化するかもしれない。そうなったら、上杉の脅威はもう、なくなったと思っていいだろうね。さて、どうなるかな。上杉謙信も、家督相続を行わず死んだ。しかも、後継者の指名すらしていない。謙信が死んだって聞いたとき嫌な予感がしたんだが、やっぱり家督争いが起こった。いや、起こったというより、北条があえて起こさせたという方が正しいか。普通に考えれば、後継者は上杉景勝なのだ。景虎は北条氏政の弟で、険悪だった北条家と上杉家の同盟のために、北条氏康が、上杉謙信の養子にさせただけなのだからな。今回の家督争いは、おそらく北条氏政が、わざと景虎を担ぎ出させたのだろう。北条氏康の死後、再び関係悪化した上杉家を弱体化させるための、氏政の卑劣な謀略だとしか思えない。しかし、その確証もないし、上杉北条両家と同盟しているのだから、武田家としては中立でいるしかないな。上杉家と同盟できたことを喜んでいたのだが、まさか数年でこんなことになるとはな。同盟先の今川義元が死んだ途端に今川家を攻め、武田家の信用を失墜させたあの父と同じ過ちを繰り返すことはできない。実は影虎の存在なんて忘れかけていた。上杉謙信が死んだって聞いて、何年かぶりに思い出したんだ。うちと上杉ってこんなに険悪なのに、なんで影虎は上杉家に居続けたんだろうな。普通、帰ってくるか、殺されるかじゃない？まあでも、おかげで上杉の足を引っ張れる。影虎が上杉家の家督を継げば、儲け者だし。もし戦で敗れて死んだとしても、内乱が長引けば、上杉家は衰退する。俺はすっかり忘れていたが、上杉景虎が俺の弟だってのは、誰でも知っている。はずだ。だから、俺からちょっと圧力をかければ、景虎を支持する奴もかなりいるはずだ。景勝と景虎、戦力が均衡すればするほど都合がいい。最終的にどっちが勝って上杉家を継いでも、俺に損はないんだ。俺、天才じゃない？上杉家の内輪揉めは、おそらく長期化しそうだね。北条氏政がせこいことを狙っているようだからね。まあ、せこいんだけど、上杉家を弱らせるには効果的ではあるんだ。これで、上杉と同盟した武田も困るだろうね。自分は損せず、上杉と武田の両方に嫌がらせができる。ある意味、賢いとも言えるが、氏政のあのせこさは、天才的だよ。武田家が同盟してたのは、上杉謙信だ。だから、その後継者となら、同盟を継続するのが筋だ。だが後継者がいつまでも決まらないなら、その同盟は、自然消滅したと解釈してもいいんじゃねえか。散々揉めた後、謙信の後を継いだ奴が、武田と手を切るかもしれねえんだからよ。だから、うちは揉めに中立でいるなんて、甘いこと言ってねえで。それに乗じて出兵し、影勝も影虎も撃って、越後も越中も奪えばいいんだよ。こんな時に、
のんきに家督争いなんかやってる方が悪いんだからよ。武田は相変わらず貧乏なんだ。タラタラしてる余裕はねえ。越後だけでもいいから取れれば、かなり経営も楽になるのによ。簡単なことなのに、なんでわかんねえの？北条氏政から、上杉家の家督争いで、影虎に援軍を出してほしいと要請があった。だが、竹の内は揉めに介入する気はないし。そもそも俺に頼まず、北条が自分で行けばいいのだ。あいつは他人の力に頼ることしかできないのか。自分は他国で戦をしているからなんて、俺は知らん。その戦に援軍を出してくれというなら、まだわかるがな。北条氏政、本当にせこいやつだ。武田勝頼のやつ、影虎への援軍を断ってきやがった。暇そうだしいいじゃねえか。せこい野郎だ。だったらいいよ。伊達や品にも協力してもらうからな。それで影虎が上杉家の当主になったら、最初に武田を攻めてやるからな。やっぱり上杉家の家督争いは長引いてるね。なら俺がその喧嘩を止めてやろう。争いの元の上杉家がなくなればいいんだ。簡単だよね。北陸軍の勝家に好きなだけ暴れてこいって伝えろ。本当に北条氏政はせこくてバカだ。この国の東半分しか見えていないのか。上杉家は信長と戦っていたんだ。うちは揉めなんかしていたら、信長が得をするだけだとなぜわからない。俺も初めから、上杉謙信の同盟者として。その後継者、上杉景勝を助けるために、堂々と出兵するべきだったな。だがもう、それを言っても仕方がない。今からでも、上杉家中の戦を止めるために兵を出そう。表向きは、北条の出兵要請に応じるという名目にするしかない。決して、氏政の思い通りにはさせないがな。武田信玄のやり方は好きじゃなかったが、あの判断の速さは天才的だった。勝頼に足りないのは、そこなんだよ。やることは概ね間違っちゃいねえんだが、判断がちっとだけ遅い。そこだけなんとかなればいいんだが。信玄は勝頼をそばに置いて、きちんと育ててればよかったのによ。ああ、でもそれじゃ、信玄のコピーになっちまうか。二代続けてあんな投手じゃおしまいだな。真田家も、親父と兄貴が続けて死んだから、俺なんかが後を継いじまったんだ。でも、うちの親父はまともな方だったから、俺がダメでも許してもらえるよな。息子たちは、ちゃんとしておきますから。まあ、それは置いといて。今さら上杉家に介入するって、なんか嫌な予感がするんだよな。戦の前にそういうこと考えちゃダメなのは、わかってるんだが。何事もタイミングが悪いと、得てして不運を招くもんなんだよ。